昨日外出てないの？ディズニー超寒かったね。
ガラスを使ったお皿とかを作ってらっしゃる作家さんがいて、なかなか買えなくて大人気で、毎回抽選なんですけど、今回初日の今日行ってきました。嬉しい。ということで今回買ったのをご紹介したいと思います。じゃーん、こちらのガラスのお皿になります。この感じ伝わりますか？このお皿がめちゃめちゃ可愛くて、でこの大皿を結構買われてる方が多くて、これ2つしかなくて、私も大皿買おうと思ってまず持ったんですよ。もう可愛すぎて大皿は持っていなかったのと、あとフルーツとかこう乗せたりとかするときに使う用が欲しかったのでこれにしました。桃とか乗せても可愛いし、いちご乗せても可愛いし、このカラーはいろんなフルーツ乗せても可愛いかなと思ってこちらにしました。めちゃめちゃ可愛い。そして2点ずつまでっていう購入制限もあるので、さっきのこのお皿と同じ色の、じゃーん、こちらのスプーン買いました。可愛い。こんなめちゃめちゃ可愛くないですか？たくさん欲しいぐらい、この可愛いベージュっぽいピンクっぽいカラー、他の色と並べるとちょっとピンクっぽくも見えるんですけど、この柔らかいベージュっぽいカラーにこの私の大好きなブルーのカラー、このお皿とセットでこちらを買いました。かわいい。見た瞬間かわいいと思ってこの2つを手に取ったんですけど、もう一個水色のセットがあって、それともすっごい迷ったんですよ。最後の最後まで迷ってたんですけど、大皿は本当に数が少なくて、なのでせっかく今回当たっていけたのでこちらを購入しました。スプーンめっちゃ可愛い。お皿はもう無難に使いやすいし、とってもお気に入りになります。前回買ったのもせっかくなのでお見せしたいと思います。まず小皿の方が、じゃーん、可愛い。ちょっとマーブルっぽい感じになってるんですけど、このお皿、これとスプーンは、じゃーん、こちらになります。もうアイスクリームのあのスプーンみたいな感じになっていて、でこの水色、もう私の大好きな水色がこうついてるっていう、でここの部分がさっきのこのお皿と同じ柄になります。なのでセットで使おうと思ってこれにしました。前回は小皿が1個あったので今回大皿を買いました。でも水色のセットもめちゃめちゃ可愛くて、また機会があったらいつか欲しいなと思っています。せっかくなので今日は長野からシャインマスカット届いているので、このお皿に乗せて食べようと思います。ちょっと待っててください。行ってきます。はい、ということで長野の秋といえば、じゃん、こちらのシャインマスカットになります。じゃーん。こうやってフルーツとかをこういう大皿に乗せたいなと思って買っているので、とっても嬉しい。それではシャインマスカットいただきたいと思います。じゃん、いただきます。うん、本当に美味しい。ずっと ASMR 昔やってみたかったので。うん、秋ですね。ということでこのガラスのお皿を今日はゲットしてきました。もう幸せ。今回も行けて幸せでした。私もうすごい絶賛食欲の秋っていう感じなので、プクプクしないように気をつけようと思います。はい、ということで今日はスタバでも栗のねモンブランを食べたりとか、秋の食べ物をたくさん食べています。シャインマスカットキラキラということで、今日の動画も見てくださってありがとうございました。この動画が良かったなって思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。